カリアは、新約聖書、ルカ福音書一章などに登場する人物。ザカリア、ザハリアとも表記する。ユダヤの名ゼカリアに対応する。ルカ福音書によれば、ヘロデ大王の時アビア組の妻子、妻はエリサベトで、アロンの家の娘、すなわち、妻子家系ので出会った、この二人から洗礼者ヨハネが生まれた。同書一章68節から79節にある。 予言的な賛美、ベネディクトゥス・ドミヌス・デウスが彼に返せられている。ルカ福音書によると、ザカリアとエリサベトは老年に達しており子がなかった。ある日、ザカリアが祭司の務めを行い、エルサレム神殿で子を焚いていると、天使ガブリエルが来て、ヨハネの誕生と、その将来を予言した。ザカリアはこれを信じなかったため、ヨハネが誕生するまで口が聞けないようにされた。 やがて不妊だったエリサベトに男の子が生まれ、滑稽と命名を行う日である誕生代メが来た。未だ口の聞けなかったザカリアはこの名を問われ、その名はヨハネと書き板に記した。するとザカリアはたちまち口が聞けるようになり、メシアとその備えをする者についての予言を行い、神を褒めたたえた。また、キリスト教の伝承では聖母マリアが三歳の時、 大祭司を務めており、神殿に奉検されたマリアを受けたという。詳しくは生神女神道祭を参照。クルアーン、マルヤムの章にもザカリアの名で登場し、祭司、または預言者として描かれる。クルアーンでは、老年でこかない時神に祈り、ヤヒアという息子を授かったとされる。 <ッ> <www>. <ur am> <net> <an> h, h t t p w w w i s u r m u n e t k u r u n 1 9 h t m l ありがとうございます。